クラインのドライバーって何がいいんですか？クラインドライバー、やっぱこう、ええ値段するだけあるんですね。あります。トミデンさんが自社で作った作業用手袋ですね。使いやすいですか？これは非売品ですよね。非売品でちょっと開けさせてもらいますけど、皆さん大好きなクラインのクリッパーとかニッパーとか、クラインを置いてるとこって結構限られますもんね。そうですね、なかなかないですね。ストリッパー、これは買えるってことですよね。販売されてるんですね。ちょっと一回閉めます。下に行ったらクラインさんのドライバー。このクラインのドライバーって何がいいんですか？クラインドライバー、先っちょが強いですね。先端のね、強度があるんで。ははは、そうですね。よくね、マイナスドライバーとかもそうなんですけど、硬いのをこれで緩めにいくとひねるんですよね。ははは、あの標準的なやつ、はい、とか、あの先端のここがビスで、まあ、どんどん痩せていって、どんあの滑るようになっていったりとかするんですけど、はい、それがほとんどないですね。やっぱこう、ええ値段するだけあるんですね。あります。これね、これは僕持ってますわ、六角ストリッパー。クラインの六角。意外と求めやすい値段なんですね。1450円。で、空調屋さんがこれのもう一個上のサイズを欲しがるんですよね。パッケージとかやると、10ミリの太いのが必要になってくるらしいんで。足らないですね。うん、マスダシ大好きな電光ナイフ。愛用のクラインの電光ナイフ。しますね。しますけど、かなり刃は強いですよ。デオルト、デオルトさん、クラインフォーナー、これもあります。これがね、あの僕は持ってるのはレノックスさんなんですけど、ちょっとこう硬いケーブルとか抜くのに刃がね、カッターナイフ扱いじゃないらしいんですよ。一応建築現場でカッターナイフダメって言われたところでも、いや、カッターナイフじゃないって通したらいけると僕は聞きました。ちなみに刃がさっきどっかで見たんですね。そうですね、こういう刃です。これカッターナイフじゃないじゃないっていう正式に、はい、折れないんで、あ、僕の解説は一応合ってたみたいで、さすが。まあ、その建築現場でカッターナイフみたいな感じで使いたい人はこれがいいかなと僕思います。電光ナイフではどうしてもね、こう刃が鋭くない分あれやと思うんで。この辺にもありますね、クラインさんのストリッパーとか。これがさっきのクラインの電光ナイフの、あ、入れるやつね、ホルダーですね、革の純正の。田島さんのこういうやつとか、これがトミデンさんが自社で作った手袋、作業用手袋ですね。これはどうなんですか、使いやすいですか？使いやすい。こだわったポイントとかありますか？結構ね、作業用手袋って選び方迷うと思うんで。グリップですかね。はい。あと価格帯いくらぐらいなんですか？これが単発だとちょっと150円ぐらいなんですけど。あ、でもそれでも安いですね。10層だと1300円。はい、税込みで10個買ったら200円ぐらい少ないですね。そうですね。色はこの黒のみ。そうです。黒のみの色で、トミデンラボさんのショップで買うか、トミデンラボさんに DM してもらったら購入できますので。ここがレジになります。レジもかなりおしゃれで、ダルトンの箱があって、いろんなステッカーがあります。これはエコキュート女子さんの腰道具です。これディスプレイ用でしたっけ？使ってますちゃんと現場で使われている腰道具です。で、この下のブロックにいろんなインスタグラマーさんっていうんですかね、ミックスの社長マーシーさん、彼女募集中、これ奥さんに怒られるやつですねシエルさんとか、龍馬さん、赤畑さん、サンクロバさん、これが誰やろ、キティちゃん、ジジ大好き、ママ大好き、お子さんですか？あ、エコキュート女子さんのお子さん、上手ですね、うん、これはアンパンマン、アンパンマンメイコさん、ワンケイワークさん、あ、ODS さん、小野寺さんですよね。カッシーは邪魔なんでいいですあやや、この人めっちゃ上手いですね。すげえ、何歳ですか？11歳でこんな絵描けんねや。今日
今日は撮影ありがとうございました。ありがとうございます。トミデンラボさんのオーナーの富澤さんにと一緒にエンディング撮ろうと思います。富澤さんもあの YouTube されてまして、はい、こちらのワークショップ、そちらの YouTube で僕知ったんですけど、普段はどのような発信されてるんですか？普段は結構多分重なる部分がいろいろあると思うんですけど、はい、リンク工事医師が使うようなものを紹介したりとか、あとは腰道具ですね、はいはいはい、こういうのを紹介したりとか、腰道具とか工具とか結構ハウツーもされてますよね。そうですね。革の剥き方とかね、はい、高圧ケーブルのやり方とか、はい、結構僕からしたらすごいこうレベルの高い高圧ケーブルとかなかなかこう発信できる人って限られてくると思うんで、そういうのとかを発信されててすごい勉強になるチャンネルだと思うんで、ぜひ見に行ってください。このお店はその休業日とかは、休業日は木曜日ですね。木曜日定休日で何時から何時までですか？10時から8時まで、夜の10時から8時まで、結構遅くまでされてるんですね、はい、仕事終わりでも来れると思います。ってことで、ちょっとまだ企画考えれてないんですけど、僕もトミデンさんの方のチャンネルで、多分何かさせてもらうと思うので、そちらも見てもらえたら嬉しいです。でトミデンさんのチャンネルなども貼っておきますので、ぜひ遊びに行ってください。ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございます。何か最後に一言よければ、僕のチャンネルにもトミデンさんの担当者がいるんでちょっとメッセージもらえたら嬉しいんですけど、まあ、ちょっとやってる人が少ないので、デッキ工事士こうやって一緒に絡めるのもすごいいいなと思って、今後一緒になんか協力してできたら面白いですね。そうですね。講座でぜひ、はい、仕事とかもね、そうですね、一緒にできたら嬉しいなと思ってます。これから僕らもそうなんですけど、ちょっと視聴者さんにもいろんな電気系 YouTuber の人とかつながって面白くなっていたらいいですよね。トミデンラボさんショップ編終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。とりあえず面白くしたいです、電気屋を。